篠栗町の野見山観音寺ではソメイヨシノやしだれ桜などの花が見頃を迎えていますこのうち本堂や阿弥陀堂の脇に立ち大きめの白い花をつけるこの古木は福寿桜と呼ばれ特に大切に守られてきました去年桜の保存活動をしている日本花の会に依頼して品種を調べてもらったところこれまでのどの品種とも一致しないことが分かり新種と認定されました 日本花の会によると、大島桜と山桜の雑種で、樹齢は100年前後とみられています。九州で桜の新種が認定されたのは初めてだということです。この寺だけの貴重な桜と分かって以来、初めて花を咲かせる今年は、その美しさもひとしおです。とても白くて可愛くて綺麗です。<laughs> いで、とも言え <laughs>、ね、優しい感じの桜ですね。これからきれいに咲きますので、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいと思います。福寿桜の花は、今週末頃ごろに見頃を迎えるということです。